お元気ですか？ペルシアンでございます。まずね、皆様一つねお詫びがございまして、昨日ですね夕飯動画をね出せませんでした。理由はですね、ちょっとねあんまりお腹空いていなかったんでね、ちょっとね今日出せませんでした。すいません。で、改めましてね、今日ね夕飯動画出しますのでよろしくお願いいたします。本日の夕飯動画はですね、まあ夕飯っていうかね、今日はね、まあ、つまみでございますね。まずはですね、ローストビーフでございます。これね、スーパーでね、安く手に入れましたのでね、まあ、ちょっとね、半分ずつね、で、食べていきたいと思っております。まずはですね、あとはですね、こちらですね、味噌汁でございます。水菜とですね、長ネギの味噌汁でございます。で、お酒はですね、ブラックニッカのスプライト割りでございます。これを食べて飲んでね、明日ね、仕事に備えてね、頑張りたいと思っております。でですね、皆様今日もね、一日お疲れ様でございます。で、今週はね、16と19日のね、ライブでございますので、よろしくお願いします。ひょっとしたらね、18日ね、できるかもしれませんのでね、この時になったらね、まあ、YouTube かね、コミュニティかな、コミュニティと Twitter の方でね、説明しますので、よろしくお願いいたします。はい。で、あとですね、あさってはですね、またね、プロ野球のね、あと、またはプロスポーツ選手のね、直筆サインカード総集編でございまして、過去にも出してるね、直筆サインカードを含めてですね、またね、新たにね、増えていきましたので、よろしくお願いします。ファイターズもね、直筆サインカードもね、かなり増えましたんでね、なんとかね、奥の手を使ってね、手に入れましたのでね、まあ、披露したいと思ってますので、よろしくお願いいたします。またね、他の方もね、ありますしね、あと女性のね、アスリートカードもね、見せたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。本日の夕飯動画は以上でございます。Twitter とツイキャスもよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。明日もね、お仕事頑張ってください。以上でございます。